令が入りまして、うちの、 あのデブゴンが、リーダーのデブゴンですね、海鮮丼が食べたい、これいいぞ、これいい、じゃあ参りましょう。すごい顔面決めるやん。それではですね、はい、デブゴンのところへ行こう、持っていくぞ。よし、来ましたね、はい、デブゴンが上にいますよ。早速ね、はい、行こう、はい、持ってきたいと思います。そっと行こう、また。ちょっとずっと待っとった、持ってきましたよ。海鮮丼を今日は食べるつもりでね、イカがないともう完成しないから。そうっすよね、海鮮丼、ね、入ってないでしょまだ、はいはい、食べたいのにお腹ペコペコだから、もう編集してたのよ今。しっかりやってるそうなのよ、ご飯ちょうだいよ。え、ご飯ないと頑張れないですか？無理お腹をペコペコにしてるので、はい、もうすぐすぐ作りに行きますよ。はい、ゴーゴー。それではね、早速こちらちょっとご覧ください。はい、これね、ショタとリルレさんが釣ってきたんですよね。イサキとマダイとアオリですね。アオリですね。で、こちらですね、マダコっすね、はい、海とこで拾ってきました。海で拾ったのにラベルがあると。うんうんそう、これも海の近くで半額で拾いました。半額で拾ったってどういうことよ早速、さばいていこうと思います。大葉の方から、はい、サクサクっと、はいはい、そこはテーブルにこう。おい、見てたぞ一部始終。こうこうじゃないのよ。やっていいのは鮮魚店だけだから。それ。鮮魚店じゃなかった。違うから。いや、マジ綺麗、うん、炙り難しいんですよね、どんくらい炙ろうかい。徐々に、徐々に、うん、徐々にね、気持ち、気持ちからくるくるなってってる、あー匂いがいい。いや、油が出てる、めちゃめちゃキュッて締めてることもいいんですね、これ。ねえ先生、うん、久しぶりな。あ、これ昆布ある、見て。ほんとだ、何の昆布それ。これなんか潮流が激しいところの鯛はこの骨が圧迫骨折してなんかこういう風になるって聞いたことあるよ。これがあるのはいいとこの鯛っていうなんか証らしいよ。へえ。沸いたお湯をかけます。沿ってるね、うん、ちゃんと。すごい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 、ジャボーン。超豪華や。やばかよね。超大量よ。とウニ。はい、盛り付けしていきます。あ、いい、いい感じじゃない？うん、イサキ乗せていきます。はーい。なんか、こんな感じよね。次、タイね。はい。うわ。で、拾ってきたタコで、マジね、マジ一気に高級感出るやん、ウニ。贅沢、この丼。これ、うまいぞ。いや、100% うまいわ。はい、できました。ちょっと時間かかったんですけどね。はい、できた料理が、ドン。じゃあ、早速呼んでいきましょう、はい、デブゴーン、できたよやれたやれた。やばないこれ、普通に。いいっすか、もう早速腹減ってるんで。どうぞ、いただきます。僕、自分の食べ方で食べていいんですよね、うんうん、もちろん。もうこれは完全に溶かすんで、まず。あ、俺もそれはす。ちょっと黙っとってもらえばよかった。手でいいよ、そろそろ。
うわー絶対うまい。こういっちゃう、まんべんなくいっちゃうんですね。そうなんですよ。もう最後のわさびをこう上手にこうチャ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 しながら、こう完璧でしょ。やばい、はい、ではではでは、どれからいこう。マダイからいってみようかな、味が薄いから。ああそうですね、ね、マダイの刺身すごいてんこ盛りだからさ、お米が取れないの。海鮮丼なんでね、これね。そうっすね。言うて、はい、いきますよ、はい、はい、いいですか。はい、いただきます。はい、うん、あ、もう見て、ウニあるでしょ。もうね、ウニがついちゃって、ウニの風味がすっごい美味しい。ウニの風味で。違う違う違う、マダイの方はどうなの。いや、美味しいです。あれ、お店とかで食べたら5000円ぐらい取っていいレベルよ。湯引き、はい、湯引きの方で、湯引き、はい、マダイの湯引きです。湯引きの方が後で旨味がこう出てくる感じがしますね。うん、次イサキ行ってみますね。はい、今旬ですね、イサキさん。そうですね、脂乗ってました、めちゃめちゃ切った時。これ炙りの方からじゃあ、炙りから、はい、いただきます。あ、うまっ、うまい、めちゃくちゃうまいやねん。これ炙ったことによって多分香ばしいんでしょ、シェフ。香ばしい風味とこのシソがめちゃめちゃ合う。へー、イサキのじゃあお刺身、皮なしですよね。はい、いきます。はい、うん、うん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 、優しいイサキ。うん、また違うんですね。違う、全然違う。へー、どう違うんですか。まあ、大体違う。イカチってこいつったからね、食べたからね、そもそも。いただきます。うん、まあ、アオリイカ。いつも食うアオリイカ。おなじみでしたか。ウミオが釣ったから別に味が変わるわけじゃない。いいですか、じゃあ、はい、食べていいですか、好き勝手。はい、いきます。あ、絶対うまい。うまっ。ちょっともう一回していい。ちょっとウニもいっていい。そしていきます。うん、ウニ。ウニしか言うとな。うん、ウニ優勝や。ウニ優勝。食べちゃいました。なんすか、美味しかったですか。はい、美味しかったです。じゃあこれからも編集のほどよろしくお願いします。頑張りますよ。いや、はい、美味しいご飯ね、いただいたんで、それはもう頑張るしかないでしょ。はい、よろしくお願いします。任せてください。胃袋をつかめたんで、よし。ミッションクリアということで、我々もですね、はい、こっからちょっとあの一緒にみんなで実食していきましょう。はい、早速僕も作ったんで食べていきます。もう何でもいい、何でも言います、イサキね。もう我慢できてない。こちらうまい。ちょっと待って、ガッツ化して。おい、そっち我慢しろ。なんで我慢できない。めっちゃうまいよ。もうお腹減ったのよ。もう米が美味しい。一人ずつ撮影していくのが鉄板よね、絶対。いや、マジ、イサキマジうまい。へぇ、はい、ということでございました。いや、今回ね、僕のわがまま聞いてくださってありがとうございました。いえいえ、はい、料理までしていただいて、ブロックみたいな。連絡もらってありがとうございます。ってことで、今回高級海鮮丼をリルルに食わせろということで、はい、美味しくございました。はい、ぜひね、皆さん今回の海鮮丼美味しそうだな、食べてみたいなって思ったらね、チャンネル登録とニップレスボタン。ニップレスボタン。ニップレスボタンって僕言うようにしてるんです。はい、言うようにした。はい、今回から。あ、なるほど。今回から。ぜひポチッと押しとってください。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Mm-hmm.